ヤンコブ・コティッチは、モンテネグロ、ユーゴスラビアの軍人、政治家、少将、モンテネグロの国防省、首相を歴任、モンテネグロ、チェボ出身、中学校卒業後、1881年、義勇兵としてモンテネグロ軍に参加、イタリアの不評価士官学校を卒業し、1886年、モデナの士官学校を卒業した。 1886年、モンテネグロ不評隊に入隊。1905年から1914年、国会議員。1910年のモンテネグロ軍再編の際、第一師団長に任命された。1912年から1913年のバルカン戦争時、西部失態を指揮し、最高司令部本部を率いた。九百十三年のバルカン戦争時、セルビア戦線において、 モンテネグロ師団を指揮。1913年のブカレストア兵の代表団に加わった。1913年4月25日から、モンテネグロ国防省圏閣僚会議議長、自重部官。第一次世界大戦勃発と共に、ヘルツェゴビナ主体司令官。1914年10月中旬から、三察チ主体司令官。1914年12月、ブコチッチ内閣は、 そう辞職した。モンテネグロ軍が大損害を被った後、ニコラ一世は国を離れ、ブコチッチに全権を移譲し、1916年1月3日、彼をモンテネグロ最高司令部参謀長に任命した。1月21日、モンテネグロ軍は降伏し、ブコチッチは抑留された。1919年4月、召喚としてユーゴスラビア軍に移る。 1920年8月から第二軍管区本部で勤務し、その後、シュマジス、ボサンシ師団区司令官を歴任。1927年から軍事会議議員。ありがとうございます。